どうも愛嬌です。今日はこちらノックスのライディングパンツアクションプロパンツをご紹介したいと思います。今回紹介するこちらのノックスのアクションプロパンツはインナーパンツとしても使えますし、1枚履きのライディングパンツとしても使える商品です。見た目はなんか映画とかアニメとかで見るようなスパイとかがね着用してるようなタイツに見えるんですけれども、実際はですね薄くてペラペラという感じではなくて、びっくりするぐらい防御力が高くて動きやすいライディングパンツとなります。それではまずはディテールからご紹介します。はい、ではアクションプロパンツのディテールを紹介していきたいんですけど、まずこちらのお値段に関しては22,000円となっております。サイズはユニセックスサイズになるんですけれども、 SML XL の4サイズ展開です。僕は今回 S サイズを着用してみましたので、後ほどサイズ感なんかはお伝えしていきたいと思います。カラーはねこちらのブラックのみです。まず防御力の根拠からお伝えしていきたいんですけれども、こちらは欧州の CE レベルの A を取得しています。プロテクターに CE レベルが設定されているのを知っている人は多いと思うんですけれども、欧州では生地とプロテクターの総合的な防御力をレベル A とかレベル AA といった形で評価します。でこちらの CE レベル A の基準を満たすためには、まず腰と膝にプロテクターを備えていること、それとこの生地自体にはですね引き裂き強度、縫い目の強度、それと寸法安定性や無害性が求められます。一番大事な生地の引き裂き強度に関しては、時速45キロでアスファルトをスライドしていった時に1秒間破れない強度が求められます。1秒って言われちゃうと大した強度じゃないんじゃないのって思うかもしれないんですけど、一般的なデニムとかパンツは大人がねちょっとアスファルトをズリズリって引きずっただけでもう簡単にねこの辺が引き裂かれちゃうんですよね。なのでたった1秒でも45キロっていう割と速いスピードで路面をガラガラガラってやった時に1秒引き裂かれないっていうのは結構強度としてはすごいんですよ。でプロテクターに関してはレベル A の基準を満たすために、この腰の部分と膝の部分にはもちろん備えているんですけれども、さらに追加でですねももの部分、この腰のちょっと下側ですね、この部分に縦に比較的広めにプロテクターが入っているのと、それとお尻の部分ですね、この部分、こちらの部分にもプロテクターを備えています。でプロテクターのレベルはですね CE のレベル1を取得してるんですけども、素材にはマイクロロックコンパクトという素材を採用しています。最近僕のチャンネルでも紹介したノックスのアーバンプロマーク3とか、あとアクションプロにも採用されている素材になります。こちらが実際に膝の部分に入っていたマイクロロックコンパクトのプロテクターなんですけれども、こちらは普段は柔らかくて衝撃が加わった時だけ硬く衝撃を吸収する分子構造になるハイテク素材となります。これねこんな感じでもうペラッペラなんですよ。でペロンって感じでこうやってすごく柔らかいんですけど、これでも CE レベル1の強度をしっかり持ってるんですよね。で実際にこちら着用してみるとですね、一般的なハードプロテクター、こういったね柔らかいプロテクターじゃなくてハードプロテクターを着用した感じとはちょっと全然違くてですね、動きにしっかり追従してくれる感じがあります。これもですね膝を曲げるとこういう風に曲がってくれるので非常に動きやすいんですよね。で素材自体がですねこうやって柔らかいこともあるんですけど、さらにね膝の部分は関節になるので動きやすいようにここ横の部分にねスリットが入ってるんですよ。
このスリットが入ることでさらに動きやすくっていう風になってるんですけれども、これねフレックスアダプト構造と呼ばれていて、ノックスがね特許を取得している構造なんだそうです。まあ、これよく見るとですね、スリット入ってるんですけど、内側のね部分がちょっとだけ薄くなったりしてるので、結構いろいろ研究してね動きやすく考えられた構造なのかもしれないですね。でこちらですね、洗濯するときに関しては一般的なライディングパンツと一緒でですね、こういったプロテクター類は全て取ってから洗濯する形になるんですけど、これねプロテクターを取り出す時の口がですね結構狭いんですよ。うわこんなとこから出せるのって思うんですけど、まあ、これプロテクターがねこんな感じでグニョングニョンなので、意外とすごい狭い口なんですけど取り出すことができるんですよね。でこちらの素材自体ですね、こちらは CE のレベル A を取得するほど強靭な素材になるんですけども、こちらはですねデュポン社製のソロナアジャイルと呼ばれる素材が採用されていて、まあ、引き裂き強度の他にもですね摩耗性、擦れてもねなかなか破れないような性能であったりとか、あとストレッチもねこれかなり効いてます。で太ももの内側から足首までにかけてはこちらはメッシュの素材が採用されてます。これは主素材のソロナアジャイルと比べてもストレッチ性が非常に強いので、まあ、すごく動きやすくてですね、ストレッチ性とあと通気性を向上してます。でメッシュと聞くとなんか引き裂き強度は大丈夫なのって思っちゃうんですよね。まあ、僕も実際そう思ってたんですけど、ノックスはねアーバンプロっていうねインナープロテクターでメッシュの素材を採用してるんですけど、そっちではなんと CE レベル AA を実現してるんですよね。なのでねこういうメッシュを採用しつつも強靭さを両立しているっていうのも一つの特徴になります。で実際にバイクで使ってみた感想としては、もう動きやすさはとにかく抜群ですね。本当にタイツを履いてるんじゃないかっていうぐらい動きやすいんですけど、生地はしっかりしてるんですよ。でね走行中に関してはこの主素材の部分に関してはまあデニムより少し風を通すかなっていう感じで、内側のこのメッシュの部分がめちゃくちゃ風を通すのですごくね涼しくは感じますね。なのでエンジンの排熱が厳しいスーパースポーツとかにこれを1枚履きするっていうのはちょっと厳しいかなと思うんですけど、まあ、その排熱の問題がないバイクであれば夏場にハーフメッシュパンツとして1枚履きするのはありかもしれないですね。では実際に着用してみます。はい、アクションプロパンツとですねアーバンプロ着用してみました。このアーバンプロとかアクションプロとこのアクションプロパンツ組み合わせるともう完全になんかあの上下黒のスパイみたいな感じに見えません？なんかこのプロテクターが入ってるのがねなんか余計になんか作戦行動とかこれからするんじゃねえかっていう感じに僕は見えたんですよね。で僕の身長は164センチ、体重が59キロという体格なんですけども、 S サイズで全く問題なく着用できてます。でこの腰の部分とですね裾の部分に関してはゴムが採用されてるので結構しっかりフィットした感じになりますね。でここのですね腰のプロテクターが結構目立つので、ここの腰のプロテクターをですね上からジャケットとかでこうやって隠してしまうとなんかよりシルエットがすっきりした感じに見えるなっていう風に僕は感じました。で各部のプロテクターもですねかなりしっかりフィットする感じなので本当に動きにくさっていうのは全くないですね。でもこのパンツ自体がすごくね体にフィットするシルエットなので、もうスリムパンツとかではなくて完全にシルエットとしてはスキニーになりますね。でこの生地自体はね本当にしっかりした感じなので1枚履きしてても大丈夫そうだなっていうのはすごく感じます。ではですねこれインナーパンツとしても使えるパンツになりますので、ちょっとねパンツを合わせてみたいと思います。はい、こちらはですねアウトドアメーカーのグラミチのパンツになります。サイズは S サイズなんですけど、まあ、これはアウトドア用のパンツなので結構ねこのもも周りには余裕があるんですよ。足首に向かって細くなるテーパーのシルエットなんですけど、こちらはもも周りにかなり余裕があるので下にパンツを着用してもね全然動きにくさっていうのはないですね。きついとも感じないです。
なのでこの場合はインナーパンツも S、 このアウターパンツも S の組み合わせなんですけど全く問題なく履けてます。でグラミチはねアウトドアのメーカーなのでこんな感じでね動きやすいアウトドア用のパンツとインナーパンツを組み合わせて防御力を追加するっていうのは本来の使い方なのかなと思いますね。はい、続いてですね PMJ のデウスの J モデルの下側に着用してみました。デウスの J モデルはですね日本人向けにちょっと丈が短くなったモデルなんですけども、こちらはストレートフィットで足首に向かってちょっと細くなるテーパードシルエットという形になります。ストレートフィットなので、まあ、さっきのねグラミチのパンツに比べるともも周りは少し細くなるんですけれども、まあ、これも問題なく履けるなっていう感じです。こちらは30インチのデニムなんですけど PMJ のデニムは結構ねインチ数に対して細身にできてるんですよ。僕は普段28インチのデニムを履いてるんですけど、こちらの PMJ の30インチはぴったりっていう感じなので、まあ、日本のデニムでいくと28インチぐらいのサイズ感なのかなと思うんですよね。なので S サイズのインナーパンツに対して28インチのデニムを履いているっていう感じになると思うんですけども、デウスに関してもある程度ストレッチ性があるので、アウターのパンツがストレートシルエットであってもストレッチ性がある程度あるのであれば着用できると思いますね。なのでももの部分が多少ワイドであれば全く問題なく履けるっていうのと、ストレートであってもストレッチが効いてるんだったら問題ないと思います。ただ逆にですね、このアウターに履くパンツがスキニーシルエットであったりとか、あとはスリムシルエットだとちょっときついかもしれないですね。それでも履きたいという場合はアウターのパンツをワンサイズアップした方がいいと思います。はい、というわけで今回はノックスのアクションプロパンツをご紹介しました。最近ねちょっとアパレル業界の人と話す機会があったんですけど、やっぱりね僕らみたいなおじさん世代になってくると今流行りのですねオーバーサイズっていうのはあんまり似合わないっていう風に言ってたんですよね。どちらかというとアイライン上も下もできるだけ細身で合わせた方がいいっていうような話をこの間してたんですよね。でまあ僕も実際ですね身長がすごく低いので自分の服を選ぶ時っていうのはあんまりダボっとしたものを着てしまうとなんか中学生みたいに見えてしまうので、できるだけちょっと細身のね洋服っていうのを選ぶようにしてます。でこちらのですねアクションプロパンツに関してもバイク用品ではあんまり見かけないこうスキニーシルエットのパンツになりますので、結構ねこれ1枚で履いても様になるかなと思います。インナーパンツとして履く場合でもアウターに履くパンツを一般的なアパレルメーカーのパンツで履けますので比較的ねいいんじゃないかと思います。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。ツイッターとインスタグラムもやっております。概要欄の一番下に URL がありますのでよろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。